はい、今からですね、あるところに、潜入します。特殊任務で命をかけてね、潜入していきます。生配信も、やっていきますので、ぜひ、この後ね、ご覧いただければと思います。というのは冗談です。明日の朝から、釣りをしますけど、久々の釣りですね。何ヶ月、3ヶ月ぐらいやってないかな、釣りをね。今年入ってから海外行ったりとか国内いろいろ回ったりする中で、なかなか釣りに時間を割くことできなかったんですけど、明日は朝から、夕方まで行かないぐらいかな、お昼過ぎちょっと過ぎぐらいまで釣りをしようと思ってるんですけど、楽しみに、していただければと思います。生配信もね、できるだけちょっとやっていきたいと思っていて、また編集して別チャンネルの方でアップしていきたいと思ってるんだけど、生配信はこのチャンネルで、やっておこうと思ってます。はい、久々の釣りということで、前回、釣り行って3ヶ月ぶりぐらいかな。で、まあ、今年になってから何回か船でも行ってるんだけど、結構船酔いがね、大変でね、この間、前崎の沖行った時は、結構気持ち悪く吐いちゃって、大変だったんだけど、今回狙いとしては、カンパチですね。あと、マダイなんか出てるって、カンパチ、マダイ、あとはブリまで行かないぐらいのワラサ、まあ、関西でハマチですね。それかそのようにちょっと小さいイナダ級のやつですね。あとは泳がせもちょっとやりたいと思ってて、ヒラメを狙ったりとか、秋ですのでなんかいろいろ釣れるんじゃないかなっていうね、カワハギとかもなんか出てるっていうこともまだ見ましたし、あとは根魚ですね、カサゴとかね、あのあたりとか、あと珍しい魚、クロダイなんかも出てるようだったんで、まあ、とにかくいろいろとこの秋ということで、アジなんかも釣れてね、狙えるかなと思ってるので、サバとか、あとはカツオとかね、いろいろとちょっと釣れればなと思ってますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。釣りということで結構楽しいですね。はい、なんで明日生配信できる限りやりたいと思ってます。日中だとちょっと生配信すると、機材がね、 iPhone の、14、14のプロでやってますけど、結構機材が熱くなってきて、昼間だとね、途中で生配信が、高熱のため、ね、終わってしまうこともあるんで、その時ちょっと申し訳ないんですけど、できる限りちょっとやっていきたいと思ってますので、電波も一応届くと思うんですけどね、楽しみに、していただければと思います。釣りのこうやって釣ってて、こう一気にこうかかった瞬間とかちょっとお見せしたいと思っていて、かかる瞬間ね、でこれ上げて、まあ、魚が忘れましたって感じでちょっとやりたいと思ってるので、まあ明日ぜひ、お時間あればね、ご覧いただければと思います。一応、まあ、全体公開でいきますので、生配信ということで残していきます。ぜひね、また、夕方夜でも、まあ、ご覧いただければと思います。ということで、ちょっと久々の釣りということで、釣りぜひ釣りしてくださいって方も、まあ、視聴者の方いらっしゃったんでね、ちょっと久々にちょっとやりますよ。楽しみにしていただければと思います。